山形鉄道イヤーマイナス880系機動車は1988年に6両が製造された山形鉄道フラワー長い線用の機動車である。1990年に一部仕様を変更したイヤーマイナス880から2系2両が追加製造された。路線名のフラワー長い線にちなんでフラワーライナーの愛称が付けられている。本校では両車をまとめて記載する。 山形鉄道開業に備えて製造された新潟鉄工所製の軽快機動車で1988年の開業時にイヤーマイナス880計6両1990年に使用一部変更したイヤーマイナス880から2系の2両が製造されたイヤーマイナス880型はボックスシート10組を備えるセミクロスシートでトイレを備えるが イヤーマイナス880から2型は全席ロングシートでトイレはない。両車とも18メートル旧車体の両運転台車でワンマム運転用設備を備えている。路線名のフラワー長い線にちなんでフラワーライナーの愛称が付けられている。2003年にイヤーマイナス881号、2015年にイヤーマイナス885号が経営改善計画に基づいて廃車されている。 2004年から2015年にかけてエンジンが更新されている。車体は強度、耐久性を考慮したモノコック構造の普通構成、正面貫通構造の両運転台式である。省力化のため後乗り前折方式でワンマン運転ができるよう、客用扉は運転台の直近に設けられた。乗務員室には扉が設けられていない。車内を明るくするため、 客室の窓を大きくし、居住性を向上させている。自然と沿線の四季の花に調和するよう、車体はアイボリーホワイトに塗装され、ピンク、グリーン、オレンジのラインが入れられた。路線名のフラワー長い線にちなんで、フラワーライナーの相性が付されており、側面に車両元に異なる沿線市町村、国県の花のイラストが描かれた。 イラストは、イヤーマイナス881号から順に、拳、桜、あやめ、紅花、ダリア、菊、あずましゃくなげ、ひめさゆりである。イヤーマイナス880系の車内には5列10組、シートピッチ 1520mm のボックスシートと、便所が設けられ、それ以外のスペースには、ロングシートを備える。イヤーマイナス880から2型は、 全席ロングシートでトイレはない。ワンマン運転のため、整理券発行機、両替機付け運賃箱、運賃表示機などの装備が設けられた。イヤーマイナス880系の定員は、座席60人、立、席60人、車両質量28.0トン。イヤーマイナス880から2型は、座席60人、立、席65人、車両質量27.5トンとなっている。 体幹大切構造を採用するとともに、2 5 6キロワットの基幹直結式冷房装置と、温風式の暖房装置が備えられた。エンジンは、新潟原動機製 DMF13HS を一気搭載。動力は、変速2段、直結1段の多分 -22 から1100、変速機を介して台車に伝達される。前くらい、速台車は二軸駆動の同台車。 NP120D、後く暗い側は、受台車、NP120T で、いずれもダイアフラム式の空気バネ台車である。制動装置は応答性の良い電気指令式、空気ブレーキで 1A が採用された。経営改善計画に基づき、イヤーマイナス881号が2003年11月30日、イヤーマイナス885号が2015年12月26日に、 廃車となった。2002年の全般検査でエンジンシリンダライナが研磨限界に達していることが判明したため2004年から2015年にかけてエンジンを新潟原動規制 DMF13Hz7 月1日から4両に順次沿線市町村を象徴する花を基調にしたラッピングを施して運行している。2017年2月11日から イヤーマイナス887号に、鉄道娘のラッピングを施して運行している。2017年1月にイヤーマイナス882号が、シンボル車用、花結び寄りとしてリニューアルされた。ありがとうございます。